どうもシェフひろしチャンネルです。今日はうちのママが近々バースデーということでちょっと奮発してこちらのお店エビ尽くし懐石っていうのを特別にお願いしてやってきました、ね、早速こういう粋な計らいがありますね。さすがですね。でこちらが早速1品目、熱々で、用意していただいたエビそぼろ茶碗蒸しで、隣にあるのがエビ味噌の塩辛です。でこの塩辛はこのままでも当てになりますし、上からね、茶碗蒸しの上からかけてまた美味しいですからね。中からエビそぼろゴロゴロ出てきます。もう食べ応え十分。はい、で2品目またエビで、今度はボタンエビ。先ほどの熱々のお料理と打って変わって、これもキリッと冷やしたゼリー寄せです。ボタンエビやっぱり半生がすごく甘みありますよね。僕大好きなエビです。イチジクの甘みも何とも言えないアクセントです。でこれまたね、冷たい料理の後に絶対こういう熱々が来るんですよ。揚げたて春巻き、中身はハモ松茸、贅沢。温度が上がってるんで松茸の香りも最高です。ハモってこんなに美味しかったっけって感じですね。銀杏コロッケ味いいですよ。そして、しめ鯖、すごく上品に、酢締めされてる、鯖でした。付け合わせのガリときゅうりがまたこれが美味しいんですよね。いちいち美味しい。そしてここで伊勢エビ食うかなと思ってたらやっぱり来ましたね。もうエビの王様です。でこの伊勢エビの上に漬け卵黄が乗っかってまして、でこれをすだちをギューッと絞って塩でいただくんですけども、これがこれがなんともなんともで、もう今日一番っていう味わいのお料理でした。やってみよう。すごい香り、はい、でお出汁まだ真っ先ね、もうちょっとだけ待ってね。はい、わかりました。ハモはいけますよ。ハモはね、しゃぶしゃぶで、はい、ハモしゃぶでパコッと花が開いてます。あ、はい、はい、そしたらもう、はい、そのままもうちょっといってみよう。もうちょっと、はい、ね、火が入ったふわふわのハモ、もう出汁が絡んでね、美味しいですよ。っていうかね、熱いのこれ、もう激アツなんですけど、僕ね熱いのは好きなんですよ。だからもう冷たいものは冷たいがいいし、熱いのはね思いっきり熱いの、こういうの大好き。ずっと暑いんだ。ずっと暑い。すっごいだってガンガン火入れてたもん。あ、最後2つになっちゃった。生なのか燻製なのか分かんない。生バラで、燻製。ああ、そういうことですね。て生のもので燻製する。燻製されてるものでやるんじゃなくて。おお。うわ。また。まさか燻製、はい、また黒米出てきた。すごい、なんかもうお正月みたい。でこちらをお取り分けしていただいて、このように
ってここから、エビやらカマスをいただきます。すごい香りいいですよ。やっぱり塩すだちがいいですね。美味しい美味しい。カマスも油乗ってます。秋カマスなんて言いますからね。最高で、このグラタンすごいの来ましたよ。車エビと松茸のグラタンで、吉田牧場のカチョカバロを使った旨味が凝縮した一品です。もううまいのなんの。この豆乳のまた味わいがなんかまろやかでいいんです。カチョカバロも意外とまろやか系のチーズですから。でこちらエビせん、ね、今まで食べたエビの、足をカリカリに揚げてもらってます。いい箸休めになるな、これ。程よい塩加減と。あ、出ました、これエビフライ。フライといってもパン粉じゃないです。もう極薄衣のエビフライで、この古漬けのタルタル最高。そして、締めのご飯はタイ飯です。ふわーっとタイのねいい香りと三つ葉のキレがねすごくバランスのいいご飯でした。そして、羊羹、この羊羹ね、スプーンが冷たいんですよ。さすがですね、こういうの。もう堪能いたしました。また来たいな。